どうも、マイドです。ニックです。いやー、最高ですね。めっちゃ気持ちいい天気。今日はですね、まあいつもと一緒ですわ。特に話することっちゅうのもないんですけども、もしかしたら前に一回同じような話してるかもしれへんのですけどね、ちょっと前の動画で出したんですけど、アメリカってね、普通に、マクドナルドとかでも、そういうファーストフードとかでもそうやし、レストランとか入ってもそうなんですけどね、そういう、コーヒーとか、あとソフトドリンク、言ったらそういう、なんですか、コークとかね。スプライトとか、そういうソフトドリンクね、基本的に、おかわりただなんですよ。日本も今結構そのドリンクバーみたいなんで、おかわりリフィルただみたいなとこ、多くなってるみたいですけども、そのドリンクバーってなんかその別になんかちょっと高い値段払わなあかんじゃないですか。例えば普通のソーダが150円やったら300円払うとかね、っていう僕の中では認識なんですけども、こっちは普通に、だからいっぱい普通に、マクドナルドとかでも、例えば1ドルとかで買っても、そういうファーストフードとかで1ドルで買ってもリフィルっていうかおかわりタダなんですよね。タダっていうか自分で勝手に入れていけば、自分で勝手に入れるあのセルフタイプなんで。だからね、で特にアメリカって基本的にね、カップとかも日本に比べたらでかいんですよ。だから言ったら日本の M サイズがこっちの S サイズぐらいのサイズあるんで、基本的に日本、せこいね。せこい。せこい。特にね、日本なんて別にそれは自分で入れて、入れ放題にしたところで、そんなに常識外れたことをするような人って、おれへんと思うんやけどね、日本の人は。いや、おるんかな、でも。アメリカは、その自由に自分で、リフィルフリーでも、そんな無茶苦茶なことするやつ、おれへんからね。だから成り立ってんのかどうかわからへんけども、日本もそんなおかしなことする人おれへんと思うんやけどね。でね、笑い話っちゅうか、これ俺がせこいのか、日本がせこいのかわからへんけど、さっき言ったように日本のカップってね、ちっこいんですよ、こっちに比べたら。ぶっちゃけ、ちっこいんですよ。だから僕らみたいにこっちで慣れてるとね、日本のカップじゃね、垂れへんのですよ、量が。
もうこっちのその習慣で慣れてるから結構飲むんすよ。ほんでなくなったらもうおかわり入れてするから、日本のあのちっこいカップじゃねえ、あのラージ頼んでもちっこいから、うん、足らんのですよね実際ぶっちゃけ、うん、で一回ね僕はマクドナルド行った時に、まあ量少ないから、氷なしで、入れてくださいって言ったんですよ。うん、氷なしで。ほんだら、まあ、店員さんも、あ、わかりました。氷なしですね。あ、わかりました。あ、じゃあ、氷なしで入れさせていただきますって言って、うん。ほんで、まあ、入れてくれたのはええんやけど、カップのさ、容器に、そのコークが半分ぐらいしか入ってないに、うん、それでこう出してきよったから、いやちょちょお姉ちゃん、これ半分しか入ってないんだけどって、いやこれちょっとどうなってんのって、これ半分しか入ってないけどって言ったら、あーすいません、一応量が規定で決まってるんでみたいな、はい、いやいや、それはお前氷の量を換算して入れとんかいみたいなさ、いやこれ俺がせこいのか分かれへんけど、だから俺は基本的に量が少ないからもう氷入れんでもう少々ぬるくてもいいから上まで入れてくれと、うん、ということで氷出しでって頼んだのにもかかわらず、カップに半分しかね、コーク入ってないっていうね。うん。いや、ちょっと待ってくれよ、みたいなさ。うん。これちょっとちゃうやろって感じ？うん。こっちやったら別にもちろんこっちは自分で入れるとこやねんけど、まあ、ファーストを入れて自分で入れるんじゃなくて、中で入れてくれるとこもあるんやけども、氷ありでも、氷なしでも、満タン入れてくれますよ、こっちはちゃんと。うん。だからね、なんかね、もう、せこいよね、やっぱり、日本のそういう、なんていうの？うん。ほんま、もう半分ってなんやねん、みたいな。うん。ほんで、いや、これちょっとおかしいんちゃうのって言うたら、まあ結局、いや、もうこれ量が一応決まってるんで、みたいなな。いや、決まってるんじゃないやろ、みたいなさ。これ俺がおかしいんか、日本のそのシステムがおかしいんか、ようわからへんけど、俺はよく納得いかんよね、はっきり言って。何やその半分みたいな。いやいや、もう、日本せこすぎるやろ、おかしいやろみたいな、うん、ほんま満タン入れたらやみたいなさ、ふざけんなよみたいな、もうそっからもう頼むのやめたけどね、そういう風な、ほんともう、いやほんまにほんまね腹立つ。お前それぐらいお前融通聞かせやって感じで、そんなもんさ、お前誰得やねんって話でさ、そんなのお前、いやこれ決まりですからみたいな、お前アホか、もう頭おかしいかって感じ。うん、全然お前そういう人間味がないよ。てかもうボロカス言ってるけど、まあ、俺がせこいか、いやそんな風に思えへんねんけどな。まあええわ、まあそれがね、これむっちゃ腹立つねん、それむっちゃ腹立って、それ一回、うん、ほんでまた腹立つのが